めんなさい、ちょっと調子が悪いの。ねえクラウド、黒紅の女王ってカード知ってる？世界で1枚しかない最強のレアカードなんだけど、実はそれと対をなすカードが存在するの。水玉の魔女っていう。ごめん、やっぱり今のは忘れて。疲れてるみたい、少し休ませてもらうわ。おめでとうございます。ランクが先決の公爵になりましたね。公爵となったクラウドさん宛てにメールが届いています。ゴールドソーサーのホテルで待つ親愛なる亡霊よりとのことです。これはバウトのお誘いでしょうか。何か用か。なるほど、お前も亡霊に導かれたようだな、クイーンズブラッド。また厄介な物語を掘り起こしたものだ。魔女のカードはあんたが持っているのか。水浴の魔女か。確かに。何の因果か私の手元にある。お前が魔女を持つにふさわしいか見極めるとしよう。女王と魔女をめぐる運命はお前を選んだようだ。狂乱の遊戯によって広められた闇は想像以上に深い。侮ると引きずり込まれるぞ。くれぐれも気をつけろ。事態は思っていたよりも深刻なようだ。魔女のカードが女王まで導いてくれる。クラウド。無事
水玉の魔女を手に入れられたようですね。早速魔女のカードから発せられているエネルギー反応を調べたところ、黒紅の女王の居場所が判明しました。どうやら女王はゴンガガエリアにある遺跡にいるようです。クイーンズブラッドをめぐる物語も大詰めです。女王と戦えるのは先決の処刑人であるクラウドさんしかいません。よろしくお願いします。そっか、クラウド、あなたが来たのね。ねえ、二人きりにしてくれない？このカードが全ての始まり。私ね、強くなりたかったの。クイーンズブラッドさえ強ければ見下されなかったから、バカにされなかったから。でもね、強くなれば強くなるほど怖くなってきたの。いつか勝てなくなって、誰にも見向きもされなくなって、全部失ってしまうんじゃないかって。だからね、偶然このカードを手に入れた時、私、神様がくれた贈り物だと思ったの。でも、そうじゃなかった。カードの声が聞こえる。力に身を委ねろ、全てを支配しろって。頑張って耐えてきたけど、もう、ダメみたい。レジ、懐かしいな。かつてこの辺りはわらわのものだった。忌まわしき魔女と愚民どもに殺されるまではな。勝負だ、傀儡の者よ。わらわは黒紅の女王、血の恨みは血であがなってもらうぞ。Thank you.
バカな、わらわが負けただと。魔女め、またわらわを阻むか。クラウドは平気か。女王はもう大丈夫だ。果たしてそうかな。さあ、クグツらしくわらわのものになれ。クラウド、女王のカードを。焦るか。遊びは終わりだ。持ち上げられていい気になってたんだよね。そのくせ裏では負けることに怯えてがむしゃらに力を求めた。その結果がこれ。掘り起こした伝承が悪かったな。あれは心の隙間に入り込み広まることで力を持つ、そういう存在だ。抗うことは難しい。ただの天才なんて存在しない。全部努力の結果だろ。胸を張れ。あ、うん、一から頑張らなきゃ。もしまた女王が蘇ろうとしたら今度は私が倒せるように、うん、次は負けないからまた勝負しようね。ああ。では私も戻ることにしよう。助かったわ。こんなところで死なれては困るからな。